はい、ということで日本酒エンジョイチャンネル始まりました。今日はですね、獺祭の朝日酒造様を、ゲストに招いてですね、お話をしております。はい、すいません、もう話し続けていきたいと思います。すいません、今日朝日酒造の社長、桜井和弘社長ですね、今日は本当にどうもありがとうございます。今日はどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいはいはい、こちらですね、獺祭の酒米山田錦、今までこれ販売することなかったんですね。そうですね、初めて今回、今月から販売開始しました。今月から販売開始、日本酒の酒蔵業界的にはどうなんですか、これは販売したことはあるんでしょうか、今までも。もともとは山田錦って食用の米として開発された米で、その後に酒米になっていきましたんで、大昔はあったと思うんですが、はい、おそらく食用米として名前がついて販売っていうのはあまりなかった、おそらく初めてぐらいじゃないかなと思います。なるほど、もしかしたらもう今年しか食べられない可能性がある。可能性はありますね。はい、状況がこう回復したら、それは確かにお酒に回していく方が本来の、使い方ですんで。はい、なるほど、そうですよね、わかりました。その酒米販売に至った経緯についてぜひ最初にちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。はい、ですね、まあ、おそらくここにいらっしゃる皆様みんなご存知というか感じていらっしゃると思うんですが、コロナの影響で飲食店さんなり、じゃあ酒屋さんなり、本当に今厳しい状況ですし、そうなると当然お酒の量も減っていくんですね。はい、で製造量も減っていくということは、やっぱり使う米の量も減っていくっていうのが大きな課題になってくるんですね。うん、はい、じゃあ製造量が減っていく部分に関しては、それは私たちが会社としてどうにかしなきゃいけない部分、これは生き延びなきゃいけない部分で、どうにか自分たちで制御という話なんですが、じゃあそうなった後に、はい、お米、その先の生産者さんがやっぱり、厳しい状態になる。はい、今年のお米はもしかしたら買えても、今年の作付けをしている今栽培しているお米は買えたとしても、はい、そのお米が持ち越して来年の量が減ってしまう、うん、これはおそらく全国的に起こっていくと思いますんで、はい、来年山田錦の量がこうガンと減っていく可能性があるんですね。はい、でそうなるとやっぱり農家さんとしてはもう今年で栽培をやめてしまうとか、急激に発注をキャンセルされて売り上げが落ちて倒産するみたいな可能性っていうのはやっぱり少なからずあるわけなんですね。はい、それはどうにかしなきゃいけない、どうにかしたいということで、まあ、なんやかやお酒できる部分はなんとかやっていく、でそれ以外にも何かしたい、何をしようっていうことで、はい、悩んでたんですが、はい、実はこのお米の話って一番最初は愛知県の久平寺さんがされたんですね。はい、うん、でそれを拝見しまして、これは絶対に農家さんの役に立つ、これはやるべきだと思いまして、久平寺さんにお電話させていただきまして、はい、その社長に、はい、すいません、これすごくいい話なんで、ぜひうちもやらせてくださいってお願いをさせていただいたんですね。まあ、要はパクっていいですかって話ですよね。で、まあ、それを久野さんが開拓してくれまして、はい、じゃあ、うん、一緒にぜひやりましょう、はい、ということで今回こういう山田錦を販売することになりました。なるほど、そうなんですね。いやでも本当に、ミーティングの段階でもいろいろお話をお伺いしてたんですけれども、いや、この決断は、他の酒蔵さんにもいろいろお話は聞いてるんですけれども、いや、もう来年持ち越して作るよ、俺たちはっていう酒蔵さんの方が多いのかなっていう印象を受けたんですよね。まあ、その中で農家さんを守るための決断っていうことですもんね。一つ。そうですね。
持ち越していくっていうことはイコール来年買えないっていうことなんですね、うん、そうです。でそれはもう商売上はもう作付けって基本的には1年契約ですんで、はい、今年のお米をなんとか買ったら来年買いませんとかその辺は商売としては OK なんですが、はい、ただどうしてもこれはその他の酒蔵さん皆さん考えていらっしゃってどうにかしようと思ってるんだと思うんですが、はい、それじゃあその農家さんが立ち行かないで、特にあの私たちの場合 JA とか商社を通して買うっていうのは非常に少ないんですね、うん、どっちかというとあの各地の農家さんと直接やり取りをしてる分その辺がより分かるというか、あの顔の知ってるあのおっちゃんが苦しむのが嫌だなっていう感覚がどうしてもあるんですね、はい、ですのでその意味じゃ私たちがちょっとあのそこを動くきっかけにより大きかったというふうに思ってます。はい、いや本当やっぱりすごいですよね。獺祭の旭酒造さん、やっぱりこう日本酒業界をね牽引していくお役目があるかなって改めて思ったんですけれども、すいませんちょっともうなんか喉が渇いてきたので少しすいません、あの注入させてください。召し上がってください。あ、庭木さん部ありがとうございます、はい、はい、こちらこそです。視聴者の皆様もぜひお酒を召しながらですね、いただいてみてください。いや、ほんと、この2割3部っていうと、私も初めて飲んだ時は本当に衝撃を受けましてですね、香りがやっぱりいいですよね、すごく。そうですね。もともと米って50% も磨きゃ、あとは変わんないよっていう話が多い中、作っていったタイプのお酒ではあるんですが、実際に磨いたら美味しい、香りもいい、味も綺麗、うん、でそれってお米の形を考えると確かに自然な話なんですが、お米の内部に特に酒米心拍がありますよね、はい、その心拍の位置ってこう、まあ、上だったり下だったりこうずれてるんですね、それがその辺のばらつきが磨いた方がなくなっていくっていうのがありますんで、はい、まあ理論上は 50% までちゃんと磨きゃ味が変わんないとしても、その心拍に当たる可能性が磨けば磨くほどよりその可能性が高くなるっていうのがありますんで、はい、やっぱりある程度までは磨いた方が香りも良くなると思ってます。なるほど、本当に品のいい香りですもんね。 いただきます。どうぞ召し上がってください。ちょっと私お水なんですいません。はい、また後ほど。で、ここで視聴者様からね、早速コメントいただいたので、読み上げていきたいと思うんですけども、はい、厚見篠原さんですね、こんばんは、獺祭の美容フェイシャルパックを貼りながら見てますということです。ありがとうございます。いいですね。すごい肌にいいんですよ。実際に私も、はい、使いまして、はい、確かにいいんです。私1時間、それと会社ではめっぱなしでちょっと仕事をして、うん、OK でしたんで、はい、でこう聞いてる間にぜひより綺麗になっていただければいいなと思います。なんか桜井社長もあれですね、やっぱりなんかこの話をしてるとなんか肌ツヤが綺麗に見えますね、やっぱり。そうです、まあ美味しいお酒のおかげっていうことにしておいていただければ。うん、いやでも本当に酒飲みはねこの話題が結構好きですからね。やっぱり酒って肌にいい成分すごい入ってますしね、はい、まあ飲む言い訳にはちょうどいいですよね。ストレス解消とか、はい、そうですね、言い訳は大切ですからね、本当ね、うん、そうなんですよ。着物のでんちゃんさん、クヘイジさんが先なんです。緑区在住。あ、もうまさにクヘイジさんの酒蔵のところなんですね。そうですよ、近くですよね。そう、クヘイジさんが出して、お電話してから特貫工事で私たちも始めましたんで、だいたい2週間後、クヘイジさんの発売から1週間から2週間後ぐらいに、世に出しましたね。はい。あ、1、2週間後だったんですね。はい。うん、いやでもこの動きは本当に日本全国に広がってほしいですよね、できればですね。そうですね、
実際に何社か私たちの方にもやってみたいけどどうやんのみたいなお話を酒蔵さんからいただきましたんで、はい、ぜひそれはやってほしいなと思いますし、うん、もう一個はこれをきっかけとしてこう皆さんが考えてくれて、じゃあ酒蔵じゃ思いもつかないような何かを考えてくれて、よりもうちょっとでもこう消費する方法をいろんな皆さんに考えてほしいなっていう、うん、それもあります。ちょっとぜひこれは本当にどうにかしたい、皆さんのお力を借りたいっていうものだと思ってますんで、ぜひ皆さんも思いついたら私に教えてください。ぜひやりますんで、はい、ぜひこの獺祭の酒米山田錦のですね、インスタグラムページがすごく活発なんですけれども、インスタグラムにハッシュタグで獺祭の酒米レシピとか食べる山田錦とかね、ハッシュタグをつけて、ぜひ投稿してみてください。で、僕もね今日3種類ぐらいレシピを作ったんですけれども、ちょっとその辺はおいおいやっていきたいとは思うんですけれども、それで酒米が山田錦っていうところなんですけど、改めて山田錦とは何ぞやと、よく聞くけど何ぞやと、むしろ山田錦そのものがもうお酒の銘柄と思ってる方とかもいたりするんですよね。っていうところで、改めて山田錦、特に朝日酒造さんの場合の山田錦っていうものはどういうものなのかっていうところをちょっとぜひ説明をお願いします。そうですね、まあ皆さんもご存知な部分から入ると、兵庫県原産の酒米の一種で、非常に背が高くて倒れやすい米なんですが、おそらくちょっと古代種に昔からの品種の特性をそのまま生かしているタイプの米なんですね。はい、お米ってどうも聞いてると倒れるって非常に大事なんですよ。倒れて、はい、その瞬間に米を、まあ、種をこう散らばらせるというのがありますんで、倒れていってこうどんどん増えていくっていう特徴があるらしいんですね。はい、ですので倒れやすい背の高い米っていうのはある意味じゃすごく進化に乗っ取っていたんですが、栽培はしにくい。で、しかもお酒の米ですので、はい、お米の味としては良くないっていうことで、食べる用のお米っていうのは栽培もしやすい、背も低い、はい、でタンパク質とか脂肪分とかそういったものの多い旨味の強い米に変わっていった部分があるんですね。はい、ただ山田錦酒米っていうのはそっちの特性に生かずに、ある意味じゃ酒に必要な、でも昔の米らしい特徴を残している米でもあるんですね。で、まあそういう米山田錦っていうのを私たちが使っている理由なんですが、もう単純に香りのいい、そして味のきれいな米を、味を酒を作りやすいというのが大きいんですね。はい、粒が大きい、しかも柔らかいっていうのがありますんで、それを磨いていきやすい、はい、磨いて表面にあるタンパク質とか脂肪分を取りやすいっていうのもありますし、中心部に心拍っていう、まあちょっとお米がスポンジ状になってるでんぷん質が多めで、こうまあ密度が薄い部分があると、麹菌なんかが入り込んでいきやすいっていうのがありますんで、はい、非常に酒造りに向いてるやりやすい米なんですね。酒造りに向いてるお米なんですね。はい、で、まあ、とにかく私たちの考えってシンプルなんですよ。とにかく美味しいものを作っていきたい、でそのために必要な条件は何でもかんでも集めていこうっていうのがあるんですね。だから山田錦っていうのは私たちがこう思うお酒の味合い、美味しいっていう味わいに近づきやすいっていうのがありますんで、非常にいい、まあ言い方悪いですが、いい道具と思ってます。うん、ここで私ちょっとすごく気になったところがあったんですけれども、まあこの動画を配信するためにですね、いろいろ朝日酒造さんのことをまた改めていろいろ調べたり学んだりしていく中でですね、やっぱり山田錦の生産量がそもそもなかったんですよね、そこまで。今ほどは、はい、で、それを農家さん一人一人訪ねていって、で、
なんとかこうお願いしながら、で今の生産数量を確保して海外にも行くようになったりして、山田錦の全量山田錦を可能にしているわけなんですよね。そうですね、はい、うん、そう、その山田錦を農家さんに広げていった時のなんかエピソードとか、なんかぜひとも聞かせていただきたいんですけど、相当苦労なさったんじゃないかな、もう帰れとか言われたりとか、なんかそういうことしたのかなとか思ったりしたんですけど、いかがですか？そこまではないんですが、ただ例えば2割3分、今飲んでいただいた2割3分って、もともとはその山田錦が買えない、購入できないってのはきっかけで始まっているようなもんなんですね。はい、というのは、そのお米って、山田錦はもともと私の父の代に、山口県内の酒造組合とか、そういう農業関係のところに、はい、JA なんかに話をしに行って、手に入んなかったんですね。まあそういったのがあったんで、いろんな地域に訪ねて行って山田錦を作ってくださいっていう話とともに、自分たちでも米を、種もみを購入して、自分家の土地がありましたので、そこで田んぼを作って山田錦を栽培したんですね。はい。この栽培した山田錦をどうしようっていうので、その当時一番精米部合の高い2割3分というのを作ろう、まあ、当時 25% が一番と思ってて、途中で 24% があるって知って 23% に変わったんですが、はい、あ、そういうふうにして自分のところの田んぼで作るようになって、はい、だからこそそれをどうしようっていう話になって23を作ったっていうのがあるんですね、うんうん、で、まあ、もう一つはその農家さんにこう訪ねていって、一番最初はやっぱりそんなその帰れとか言われないんですが、そうは言ってもあんた作って買ってくれんのという話が多かったんですね。はい。やっぱり農家さんに作ってよって言っても、今年買って来年買わないよとか、そういった部分とか、まあ、場合によっちゃ、JA にも話をしていく、酒造組合にも、農業系の商社にも、農家さんにも直接で全部やって、手に入って量がこう足りたら あとはもうキャンセルでみたいな話っていうのがあった時代も、はい、当然少なからずそういうことがあったんですね、でその辺があるんで、農家さんもおっかがびっくりになって、本当にそうなのかという話をして、そのあたりはやっぱり時間がかかりましたし、それこそあとは当時私たち一番山田錦足りない時期って、獺祭が山田錦買い占めたっていう話すごく多かったんで、ですよね、農家さんからしたらなんかこう悪魔のようなとこが、悪の手先のようなとこが来たみたいな感じの、そういう印象は信用できないっていう感じはあったというのはやっぱり聞きますね。うん、後になってやっぱり最初はちょっと信用できなかったんだよねみたいな話はやっぱり聞きますね、うん、いやでも今回のニュースで本当に、いや、これはですね、なんか情報を読み解いていくと、かなり男気のある決断じゃないかなって思ったんですよね。いや、この話はね、もうぜひとも、もうちょっと深く掘り下げたいなと、後で思うんですけれども、もうちょっとコメント読んでいきたいと思います。はい。そうですね、昼安さん、このような案はね、ぜひとも広がっていくといいですよね。